相手が困ってたら命がけで助けるのが義兄弟じゃなくって？私はいつも困っておりますの。いつでも助けにいらっしゃってね。私を妻に選ぶなんて、あなたも身の程を知らない人。愛する私のため、死ぬまで尽くしていただかなくてはね。お主を軍師に任命する。その方が仕事もしやすかろう。お主の才智を見せてみよう。まあ私に素敵ですわ。ついにここまで来たのね。今まで諦めないでよかった。だが兵力国力ともに充実している。いつでも戦端を開けよう。私には天下の頂点しか似合いませんの。そうじゃなくって？お手柄だったそうですわね。謙遜なさらなくてもよくってよ。あなたが私の下僕になってくれたらどんなに素敵かしら。
お待ちになって。あなた、治癒ともに旧大典のようですわね。なんなら、あの、私の下僕にして差し上げてもよくってよ。この私にふさわしい地位と権力、まだまだ程遠くってよ。さあさあ、いかがです？お客様、下々の者たちは私を恐れている様子。私にはそれだけの力があるんですもの。当然ですわね。あなたの手で撃ってくださるわね。お前がその気ならわしもその気じゃ、義兄弟よ。誓え、前の力はわしのため、わしの力も。
お前はわしの嫁、誰にも譲らんぞ。欲しいものがあれば言うがよい。天下でもくれてやるわ。